試作者トラミーノは、ポーランドポズナンの車両メーカーであるソラリスが開発した路面電車ブランド。2019年現在、ポーランドやドイツの5都市の路面電車に導入されている。それまでバスの製造を行っていたソラリスが初めて製造した鉄道車両であったが、2017年4月1日に設立されたシュタッドラーレールとの合弁会社である。 ソラリストラムを経て2018年11月20日以降はシュタットラーの子会社のシュタットラーポルスカによって展開が行われている。トラミーノ S105P2009 年に製造されたトラミーノの試作車は同年10月14日にグダニスクで開催された鉄道見本市のトラコで展示された後、翌2010年3月以降ポーランドポズナンを走る。 ポズナン市電で試運転が実施された。同年に開催された第8回イノトランスでの展示を経て、2011年1月28日から営業運転に用いられている。一方、2009年11月23日にポズナン市電を運営するポズナン市交通局は40、編成の量産車を購入する契約を交わし、同年12月28日にはさらに5編成の 追加契約を交わした。搬入は2011年から行われ、2012年までに全45編成が導入されている。導入に際して、全費用の3億1300万ズウォのうち59%は、欧州連合からの補助金によって賄われている。これらの車両は、直流600ボルトに対応した型運転台式の後、車体連接車で台車がある小型車体が、 大型フローティング車体を挟む編成を組む。量産車は試作車と比べて、車体幅が拡大したほか、座席数を減らしたことで率席定員が増加している。トラミーの S111 号1960年代に廃止されたポーランドオルシュティンの路面電車が2015年12月19日に、復活するにあたり導入されたのが、三車体連接式のトラミーの S111 号である。 全車体が台車を有する両運転台の3車体、連接車で直流6 0 0トに対応する。車体幅はポーランドの路面電車で最大の2 5 0 0ト、mm、ルで、車内には冷暖房双方に対応した空調装置を搭載する。2019年現在15編成が導入されているが、2018年9月以降、動力台車のベアリングの緩みが指摘された7。 編成が一時的に運用を離脱し、随時、ソラリスの工場で修理が行われている。トラミーノ S-109J ドイツイエーナを走る、イエーナシデン2号編成が導入された。トラミーノ S-109J は、初めてドイツの都市に導入された、ポーランド製の路面電車車両である。編成は、ドイツ各地に導入されている、車体ごとに台車が存在する、GTX。 タイプの三車体連接式となっており、重量が均等に分散され連結部の負荷が削減される多線路の摩耗も抑えられる効果を持つ。顧客からの要望に基づき、ポーランド向けの車両と比べて座席数が増加している。電圧は直流 600V に対応する。2014年1月から営業運転を開始しており、各編成には イエーナの姉妹都市にちなんだ愛称が付けられている。トラミーノ S110 ビット2012年7月5日、ドイツブラウンシュバイクでブラウンシュバイク市電を運営するブラウンシュバイク路面電車会社は、変運転台式の4車体連接車であるトラミーノ S110 ビットを15編成導入する契約を交わし、翌2013年5月21日には3編成が追加発注された。 直流600ボルト、気管1100ミ、mm、リメートルというブラウンシュバイク支電の条件を満たした設計で、中間車体の車内には、車椅子やベビーカーを設置することができる、フリースペースが一箇所設置されている。2015年4月13日から営業運転を開始し、支電の全車両のうち85%が、超低床電車となった。 さらに2017年6月29日には、塗装変更や、フリースペースの増設、改正ブレーキの搭載などの改良を施した、トラミーノ2の発注が実施された。2019年8月から12月にかけて7、編成が導入される予定となっており、試運転を経た同年12月の営業運転開始を、もって、ブラウンシュバイク市電の全列車が超低小電車となる。 ライプツヒシデン NGT10 経営営業運転中の車両2015年、ドイツライプツヒでライプツヒシデンを運営しているライプツヒ運輸有限会社は1969年から1986年まで導入され1990年代の更新工事を経て長期にわたり使用されていたタトラカーを置き換えるために4車体連接式のトラミーノを導入する契約を交わした。 直流6 0 0ト7 5 0ト双方に対応し、急な曲線が多いライプツィヒシデンの線形に適した設計になっており、37から38メートル級の長大編成であることから、トラミーの XL の相性が付けられている。先頭、後部車両に2機ずつ存在する動力台車は、車軸付きのボギー台車であり、その部分を除いた車内の65%が、 正常構造となっている。2016年12月21日に最初の編成がライプツヒに到着し、試運転の後2017年7月13日に実施された出発式から営業運転を開始した。追加発注も含めて61編成が導入される計画であり、これらの編成にはライプツヒの地名にちなんだ愛称が付けられることになっている。 ポーランドクラクフでクラクフ市電を運営する MPK クラクフは老朽化した高床式車両の置き換えを目的に2018年1月16日に35編成のオプションを含む50編成の製造契約を交わした。全長は33.4メートルで従来の車両と比べ車幅が2400ミリメートルに拡張される。 安全対策のため車体にはクラッシャブルゾーンが設置されているほか、河川からの電力供給に加えて停電などの非常事態には蓄電池を用い、短距離の走行が可能である。着席定員は80人、立席定員は227人となる。車両は2020年以降クラクフ市電に搬入される予定となっている。ありがとうございます。